いや、なんでもね。遅かったね、朝霧くん。時間に正確な君にしては珍しいよね。悪い。バイトの面接をしてた。僕たちを待たせてまで。どうせまたすぐに辞めちゃうんだから、適当でいいのに。後ろにいるのがそう。嘘でしょ、レックス。冗談はヨシコさんだよ、イオリ。レックスがこのスタジオに来るなんて。どうも、ご無沙汰してます。え、マジで？なんで？一体何がどうしちゃったの？うっせえ、カオル。バイトだって言われたろ。さっきの今でもう忘れたのかよ。ちょっとユウ、そんなあっさり受け入れちゃっていいわけ？これって一大事だよ。ねえ。顔ちけえよ、バカ。つかそんなことよりもっと大事なことがあんだろうが。ねえ君、声も可愛いね。戸惑った顔もめちゃくちゃいい。よし、俺と付き合おう。な！泉さん、相変わらずですね。そこにいるのはただのバイトで、お前たちのレコーディングを手伝うのが仕事だ。さて、お前たちの仕事は？新作のアルバムを完成させることだった気がするな。その答えでは不完全だな。正しくは、可及的速やかに完成させるだ。分かったら、さっさと持ち場に着くように。はい。はいはい。仕方ない、お楽しみは取っとくか。俺の名前は泉優。はい、覚えて。んで、休憩に入ったら君の名前教えて。早速目をつけたの？優も懲りないね。バイトには手を出すなって毎度毎度ジンが口を酸っぱくして言ってるのに。手は出していない、頬にキスしただけだ。言い訳ならジンに直接どうぞ。いや、彼らに申し開きをするのが先かもね。のマネージャーに手出すな。は？マネージャー？ということは、やっぱりレックスが復活するってこと？いえ、マネージャー違いです。僕らは現在ロック部に所属していまして。相馬くん、相馬くん、詳しく事情を説明してる場合じゃないよ。ほら見て。
可及的速やかにと言ったはずだが、そうだよ、マッドリップスもデビュー当時からジンさんが担当してるんだってさ。え、マッドリップス知らない？デビューからずっとチャート1位が指定席のあの売れっ子バンドだよ。そっか、望月先輩は帰国子女だっけ。ちょっと待ってて、ネットで検索すれば何かいいものが。待って、レイ、ネットもいいけどちょうどいい雑誌がここにあるよ。これとかどうかな。マッドリップスの特集記事が掲載されているみたいだよ。ああ、関東グラビアまであんのか。アイドルみてえだな。使える手段は使うべきだと俺は思う。きっかけが何であれ、最終的に音楽を聴いてもらえるならそれでいい。まあそれもそうか。つか俺たちには関係ない話だったな。お、見て見て、すごいかっこいいよ。右からベースの立花伊織さん、ドラムの泉優さんに、ボーカルの神崎香織さん、その隣が、残る一人がギターの黒瀬玉樹さんだ。